中さん、今日はたっぷり日差しが届きましたが、はい、朝はクーラーもつけずに済みまして、うん、日中本当に暑さ厳しくなかったですね、はい、そうですね、そこまで、はいはい、今日の最高気温見てみましょう、はい、今日はですね、新潟市中央区で 29.7 度となりました。でその他の各地も今日は30度に届かないところがほとんどでした、はい、朝晩もね、少しずつ過ごしやすい気温になってきていますよね、うん、秋の足音が聞こえてきたようですね、はい、さて先日からお伝えしている台風13号なんですが、その台風の特徴を今日は衛星画像で見てみたいと思います、はい、で小池さん、こちら今日正午の、雲の様子を見て、台風一体どのあたりにあると思いますか？そうですね、雲が渦を巻いているこのあたりかなと思うんですけど、台風の目がちょっと見えないですね、はい、はい、そうなんですよね。で実は台風の中心この辺りにあったんです、はい、台風らしくない姿ですね。そうですよね。で台風の中心付近というよりは、台風の中心よりも少し離れた北側や東側に発達した雨雲があるというのが今回の台風の特徴なんですよね、はい、でつまり台風が接近する前から雨が降るということになります。それを踏まえた上で最新の台風の進路予想図を見てみましょう、はい、現在台風はですね、東海沖にありまして、明日午後には東海地方に、上陸する可能性が高くなっています。で予報円の西側を通った場合、県内にはあさって土曜日に最も接近する予想でして、進路次第では風が強まる可能性もあります。ただ先ほど衛星画像で見たように、台風が接近するよりも前に雨雲が近づいてきますから、明日の県内は天気が下り坂に向かいそうです、はい、明日の天気の移り変わりを見ていきましょう。こちらが明日の朝6時の予想です、はい、朝はこのように各地ともオレンジ色の表示でよく晴れるでしょう。ただですね、関東方面に目を向けてみますと、これらの雨雲、これが明日ゆっくりと近づいてくる見込みです。時間を進めて見ていきますと、昼頃まではオレンジの表示で各地晴れる見込みですが、昼過ぎからは次第に雲が広がり、夕方6時頃になるとこのように山沿いでは雨雲がかかり始めるでしょう。さらに夜遅くにはですね、沿岸部や平野部でもこのように雨の降るところがありそうです。で明日各地とも大雨にはならない見込みなんですが、お出かけの際は雨具があると安心です、はい、天気下り坂ということで、服装選びにも気をつけたいですね、はいはい、そうですね。で明日今日よりも気温の上がるところがほとんどですから、暑さ対策もなさってください。